ひどい有様だな。上に上がる階段まで壊されている。 おそらくこの先の玉座の間に常闇を生む魔物が潜んでいるのだろう。神聖な玉座を汚すとは許せぬ。何とかして上に上がる別の道を探すぞ。 Thank you.
ホメロス。行くぞ。ち、相変わらずのバカ力だな、グレイグ。 2人とも元気が良いな。 挨拶がまだであっただろう。我が娘マルティナだ。お前たち二人がこの国の未来を守るのだ。頼んだ。はいはい。 ホメロス、お前の知恵と俺の力、二つが合わされば王国一の騎士になれるぞ。そして姫様とこの国をお守りするんだ。ん？おい、聞いているのか、ホメロス。なんだよ。
王国最強の騎士に与えられるというデルカダールの盾が王の資質にあるらしい。見てみたくはないか。いずれ僕たちが手にする盾なんだろ。しかしな、どうやって見るんだ。王の資質なんて魔法。誰にも言うなよ。この前俺は一人のつまみ食い犯を見つけた。誰だったと思う？うん？我が王だよ。食器棚の裏から出てきてケーキを一口パクッとさ。あれは王の資質。そういうことか。近頃お腹がだらしないって王妃様に叱られていたもん。今晩台所に集合だ。いいな。お。そうだ、長らく忘れていた。台所に時を超え世界の記憶を知る。そうか、それが大樹へと連なる勇者の力。台所は城の北側にある食堂の奥だ。あの時は俺が衛兵に見つかってこの階段を見つけることはできなかった。王に叱られてホメロスは怒ってな。と組合の大喧嘩だ。あの頃は悪さばかりだが、そうだ、楽しかった。二人でデルカダールの未来を担うのだと心から信じていた。今までの非礼を詫びる。この先に誰が待ち受けていようとも俺は戦う。もう二度と俺の剣が道に迷わぬよう力を貸してくれ。
お元気そうで何より我が友ホメロス見え！見え！その短期直した方がいいな。周りが見えていない。キャー！なぜ魔王に魂を撃った。共にデルカダールを守る。そう、なぜ、なぜと問うのか。お前が私に何がおかしい。では私もお前に問おう。私の前を歩こうと。なぜお前ばかりが力を得る。なぜだグレイ。
私はもうお前の後ろは歩かぬ。愛も夢も光もあるべきは力。世界を滑る。私の力を認めてくださるあの方こそが真の王、王の歩み。故郷を奪われ、民を失い、友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても俺に守れるものなど何もないと思っていた。だがまだだ。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を、ホメロス、いや魔王の手の者よ。できるかな、我が友よ。うん、さあお遊びは。グレイグ、私はお前の先を歩く。お前は…ホメロス…我は魔王様の力を受けし、我は思う、そなたらは卑しいしか、魔王様は闇をお望みだ。そう、けっ、いや成敗してくれる。